ムー大陸です。ムー大陸について解説したいと思います。かつて太平洋の南中央部に存在したのが、天変地異により水没した巨大な大陸。ジェームス・チャーチワードにより唱えられました。ジェームズ・チャーチワードとは、1851年から1936年、アメリカ在住のイギリス人です。ムー大陸についての著作を書いた作家、失われたムー大陸、1926年作。では、ムー大陸とはどのようなものなのでしょうか。ジェームズ・チャーチワードの説を中心に見ていきましょう。ムー大陸は約1万2000年前まで太平洋上に存在しました。東西7000キロ、南北5000キロにもなる大陸。その大地は東は現在のイースター島、西はマリアナ諸島、南はフィジー島、北はハワイ島にまで及ぶ。そう言われております。赤道直下から温帯にかけての陸地で、緑豊かな楽園でありました。ムー帝国の人口は最盛時で6400万人。髪や皮膚、目の色が異なる10種類の民族が住んでいました。広大な大陸には首都のヒラニプラをはじめとする7つの大都市があり、宇宙エネルギーの一種、レイジ力を用いたスーパーサイエンスに基づいて超高度な文明を築いていました。統率する王はラムーと呼ばれていました。ラとは太陽を意味し、ムーとは母を意味します。ではなぜムー大陸は沈んだのか。水星衝突です。水星衝突の衝撃でムー大陸は1週間で全て沈んでしまいました。超高文明といっても日本の明治大正の時代あたりと同レベルと私は考えています。なすすべはなかったでしょう。ではなぜ水星が落ちたのか。ムーより以前は神と人とが一体となり幸せな暮らしをしていました。しかしやがて人は繁栄と贅沢になれ次第に神を忘れ始めました。現世的な喜びばかりを求め人の信仰の本質は歪んでいきました。人から神なる部分が消えていき、すなわち御霊がすさび滅んでいったから現実世界が滅んでいったのです。人が神を忘れ御霊が滅んだために宇宙のバランスが崩れてしまった。それが水星の落ちた理由。水星は神の働きそのもの。水星がムーに落下するとき、ムーの神官は北西に避難しました。北西の正位は天の位、神のいる方位。たどり着いた地が日本。ムーの生き残りが新たな文明をスタートしました。私たち日本人にはムーの血が流れています。そしてムーの生き残りとしての使命は、あの悲劇を二度と繰り返さないです。